部員の皆さん、こんにちは。お元気ですか？部長で管理栄養士の丸尾です。今回は花粉症対策に試してほしい食べ物3つというテーマでお話をします。はい、花粉症対策、薬を飲まれる方も多いんですけど、できるだけ薬には頼りたくないという方もいらっしゃると思います。そんな方のために花粉症対策に良い食べ物を3つですね、今回お話をしていきます。わかりやすいように食べ物と言ったんですけど、ポイントになってくるのが3つの栄養成分です。なので今回の動画では3つの食べ物とそこに含まれる栄養成分合わせてお伝えをしていきます。この動画は1月にアップする予定なんですけど、もしかしたらもう鼻がムズムズしてきたよって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。実際に僕がやっているオンラインサロンのメンバーさんでもそういう方がいらっしゃいました。これから2月、3月、4月と花粉症も本格化して毎年悩まされているという方にとっては辛い時期かと思います。目のかゆみやくしゃみ、鼻づまりに鼻水、このような悩みから解放されて春を迎えられたらどんなにいいことかと思いますよね。実は花粉症というのは食事によって栄養改善すればかなり症状が軽減されるんです。中にはですね、花粉症が治ってしまったという方までいらっしゃるんですね。実際に僕も高校生の頃から、20年ぐらいですね、花粉症に悩まされてきたんですけど、食事を改善してからですね、もう薬がいらないぐらいのレベルまで改善することができました。ぜひですね、あなたも今回の動画を見ていただいて実践してみてもらえたらと思います。このチャンネルでは最高の体調を目指したいという方に向けて役立つ動画を配信しています。ぜひまだの方はチャンネル登録していってください。さあ、では本編に参りたいと思います。花粉症対策におすすめの食べ物、一つ目はアマニ油です。はい、このアマニ油、何がいいかというと、そこに含まれているオメガ3系の脂肪酸です。アマニ油の場合はアルファリドレン酸ですね。このアマニ油が花粉症にいいということが2018年に順天堂大学が発表していて、アマニ油が花粉症患者を救うというですね、そういったタイトルでその有効性が示されています。じゃあなぜオメガ3の脂肪酸が有効かというと、このオメガ3の脂肪酸を取った後ですね、体内でそれが代謝されていくんですけど、このオメガ3の油からはアレルギーを抑えるような物質が作られるんです。花粉症もアレルギーの一種になりますので、このオメガ3の油を取ることで花粉症の症状の軽減が期待できるということなんですね。ちなみに同じ油でもオメガ3ではなくオメガ6、このオメガ6の油からは逆にですね、アレルギーを引き起こすような物質が作られます。ですのでそれを考えると、この今ご紹介しているアマニ油はじめですね、オメガ3を摂ることも重要なんですけど、同時に食事の中でオメガ6を摂りすぎないようにすることというのも同じぐらい重要なことになります。オメガ6っていうと、いわゆる普通の植物油なんかに含まれていますので、あんまり油を多く含んだ加工品ですとか揚げ物、こういうものは花粉が気になる方はですね、今のぐらいの時期から避けておいた方が良いかと思います。ちなみにポイントになってくるのがオメガ3の脂肪酸になりますので、別にアマニ油じゃなくてもですね、エゴマ油とか、あとクルミとか、あと魚ですね、魚なんかにも EPA とか DHA というオメガ3系の脂肪酸が含まれていますので、特にアマニ油がいいっていうよりかは、いろんなね、オメガ3を含んでいる食べ物、これを食生活の中で取り入れていきましょう。はい、続いて花粉症対策におすすめの食べ物2つ目は鮭です。はい、鮭もですね、魚ということで先ほどのオメガ3と被ってるんじゃないかと思われるかもしれませんが、鮭にはもう一つ役立つ成分が含まれています。それがビタミン D です。ビタミン D というのは脂溶性、油に溶ける種類のビタミンの一種になります。このビタミン D はいろんな健康効果を持っているということで最近注目されている成分なんですけど、免疫に関しても重要な働きをしているんです。ビタミン D は免疫が正常に機能する上で必要な成分で、免疫の暴走を抑える働きを持っています。花粉症というのも本当はね、害があるものではない花粉をすごくね、悪いものだと判断して免疫が過剰に反応している状態なんですね。つまりは免疫が暴走してしまっている状態です。ビタミン D が不足してしまうと免疫の機能が不安定になってしまってアレルギーにつながることもあります。ですのでこのビタミン D も不足しないようにきちんと摂っておくことというのが花粉症対策において非常に重要になってくるんです。そしてですね、このビタミン D は不足している方が非常に多いということでも有名です。
特にビタミン D っていうのは季節変動があることが知られていまして、1年の中でこの冬というのは最も濃度が低下する時期なんですね。なぜならビタミン D は紫外線を浴びることで皮膚で合成されるものでもあるんですけど、冬の間というのは日照時間が減りますので、このビタミン D の合成量が低下してしまうからなんです。そしてですね、このビタミン D というのは食事だけではなかなか必要量を補うっていうのが難しい栄養素でもあります。その理由としては摂取源が限られていまして、今鮭をご紹介していますが、この魚とかね、あとキノコにも少し含まれているんですけど、こういった魚とかキノコだけで必要な量を補うっていうのは結構大変なんですね。なので最近はこのビタミン D、感染症対策にも良いということでサプリメントで摂る方が増えています。もちろん食事でも意識して摂っていただきたいんですけど、食事だけにこだわらずですね、ぜひサプリメントも積極的に活用していきましょう。ビタミン D はそれほど過剰症が心配なものでもありませんし、あと値段も非常に安価で手に入りますので、取り入れやすいサプリメントかなと思いますね。はい、花粉症対策におすすめの食べ物3つ目、玉ねぎになります。はい、なぜ玉ねぎがいいかというと、玉ねぎに含まれているケルセチンという成分です。ケルセチンっていうのはね、ポリフェノールの一種なんですけど、黄色い色素、色の成分なんですね。特に玉ねぎの皮の部分に多く含まれているということが分かっています。あと他のものでいくとブロッコリーとかね、リンゴにも含まれていますね。ただ量としては玉ねぎがダントツに多いです。そしてこのケルセチンには抗アレルギー効果があることが分かっているんです。具体的にはアレルギーを起こす誘発物質ですね、であるヒスタミンの分泌を抑える効果が確認されています。花粉症においてもこのヒスタミンがたくさん分泌されるということが症状の悪化につながりますので、ケルセチンはその原因物質を抑えてくれるということですね。はい、このケルセチンも玉ねぎとかね、食べ物で摂ることはできるんですけど、やっぱりですね、花粉症対策より効果を望もうと思うとサプリメントを活用するのも非常におすすめです。というのもこのケルセチンっていうのは玉ねぎに紫外線が当たることで作られるんですね。だから皮の部分にすごく多いんですけど、でも玉ねぎを料理するときって皮はもう剥いて捨ててしまうことが多いじゃないですか。なので玉ねぎだけでケルセチンをそんなにね、たくさん取れるわけでもなかったりするんです。ケルセチンもサプリメント手に入りやすいですので、より花粉症対策にと考えるのであればサプリメントで取るのも良いかもしれません。はい、それではここで一旦告知をご覧ください。大好評の公式 LINE マガジン配信中です。今ならご登録いただいた方全員に漏れなく通販サイト体喜べで使える500円の割引クーポンをプレゼントしています。そしてなんと YouTube では絶対話せない有料級のマガジンを無料で配信します。初回登録時に栄養診断を行い、あなたにぴったり合った情報を配信していきますので、ぜひ友達追加して診断を受けてみてください。皆さんのご登録お待ちしております。はい、ということで今回は花粉症の対策になる食べ物というお話でしたが、まあこの花粉症というのは本当にね、不快感が強くて日常生活にも支障を引き起こしますよね。この体喜ぶの部員の皆さんは最高の体調を目指している方が多いと思いますので、ぜひね、皆さんには毎日を快適に過ごしていただきたいんです。もちろん辛すぎるときは薬に頼ることも必要だと思うんですけど、でもあくまでも薬は対処療法であって根本原因の解決にはなりません。食事で改善していくっていうのは薬を使うよりかは時間がかかるかもしれませんが、一旦ですね、それが解決された時の効果がものすごく多いですので、ぜひね、今回ご紹介した3つの成分を取り入れて食事で解決していきましょう。今回の動画が参考になったという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら、ごきげんよう。